日本の夏はサッカーしちゃダメ。マリノスゴールキーパー発言に大反響。横浜 F マリノスは、プレシーズンツアーで、来日中のニューカッスルと聖地国立で対戦、34分にエウベル、51分に山野純がゴールを奪ったほか、ゴールキーパー飯倉弘樹の再三の攻守もあり、2例で快勝した。試合後、MVP 級の活躍を見せた飯倉が、取材に応じた。飯倉といえば、J リーグ中断前の FC 町田ゼルビア戦を、まず熱かったな。こんな中でサッカーやっちゃダメだよ。質落ちるだろ。どう見ても、日本の夏はサッカーしちゃいけない。夜やってんのにこんなきついんだから、子供たちとかやばいよなと熱く訴えていた。この発言はかなり反響があったと伝えると、38歳の守護神は感謝を示すと同時に、改めて次のようなメッセージを発信してくれた。取り上げてくれてありがとうございます。僕だけじゃなくて、スポーツをやる人たち、子供たちも含めて、やっぱり熱すぎるとどうしても危険な部分はあるから、そういうのを記事にしてもらってありがたいです。気をつけることって、みんな言うけど、現にプレイしている選手たちが言うのもまたね、本当に再度、警鐘を鳴らせるんじゃないかと、思って言った次第です。みんなの体調が安全で、よりスポーツを楽しめたらいいなと思って言いました。ほんま、最近の国書を思うとこれは同意する。サッカーも甲子園も、少し前か後ろにずらした方がいい。この間、新国立に試合見に行ったけど、19時キックオフでも汗だらだらだった。こんな過酷な環境で試合してる、選手を尊敬したけど心配にもなった。同意。もはや人と隣り合わせ、競技場をドーム化しない限り、いつか死者が出ます。チームスポーツは特に、今日はやめたいと思っても仲間に迷惑がかかると思って、我慢したりするよね。J リーグはこれをよく聞いてほしい。秋春制に移行するのに開幕が、8月頭じゃ秋春制の意味はあるのか？確かに今の真夏の昼間は、生命の危機を感じます。車の温度計さっき45度に。他の選手ももっと声を上げるべきだと思う。選手に何かあってからでは遅い。日本人のイークラが言うから、なおさら説得力がある。甲子園なんか本当に心配になる暑さ。イークラよく言った、もっと多くの選手。スタッフが言うべきだ、プレイの質云々よりも、命に関わる、選手だけでなく、お客さんも。第三世、選手の命を守るためにも、シーズン期間を見直すべき。